皆さんこんにちは、ゆずきしろうです。はい、今夜もドラゴンクエスト11のお時間やってまいりました。で、一応これクエストでしょ。あともう一人なんかクエストっぽい人もいるけど、そうだよ、この世界であればムーレは滅びてないことになってるから。そう、前の時はね、この私を守るために、そう、ムーレアのね偉い方が、そう、亡くなってしまったんだよ。すごい悲しかったな。後ろを振り向くなって言ってたもんね。世界に異変が起きたあの日、突然凶暴化した魔物のせいで私の恋人は死んでしまったわ。彼ったら私にプロポーズの贈り物だよって、サムディの砂漠に咲く幻の花を見せようとしていたのに、もうこんな世界で生きていたくない。ああ、でも一つだけ心残りが。砂漠に咲く、幻の花を一目見てみたい。旅の方、もしもサマディ地方に砂漠に咲く幻の花を見つけることがあったら、哀れな私に見せてはくれませんか。なんか持ってなかったっけ、それ。砂漠のバラ、あ、砂漠のバラか、持ってないかな。ちょっともう一回話しかけてみようか。あー、まだ持ってないんだ。やっぱ多分このクエストを受けて初めて、まあ、砂漠のバラがね出現するようになるのかもしれないと。で、あとはこの先、どこにいるかな。デクさん、この方じゃないもんね。入り口にいる、あ、入り口にいる。デクじゃないわ、誰だったっけ、ルパスさん。そうそう、あなたの活躍見せてもらったぞ。さすがは勇者だな、感動すらしたぜ。不運ばかりの人生だった俺だが、あんたに巡り会えたことは唯一にして最大の幸福かもしれないなと。今回だってあんたのおかげで俺たち親子の命も助かったようなもんだ。礼をしたいんだ、何でも言ってくれ。え、だったら石の村の復興に協力してほしいだと、情報屋として。村に行ってくれるっていうのか。よし、それがあんたの頼みならば俺には断る理由はね。娘と一緒に石の村に行ってみるぜ。さあ、これで一応ね、まあ、ルパスさんが行ってくれたと。うん、よかった。あとね、どこだったっけ、グロッタ、そう、グロッタの用心棒、ゆずきしろにして、ぐろったぐろった、そうそう、ここに行ってと。で、用心棒っていう話だけど、用心棒の方誰がいるかな。そういえば久しぶりにこれハンフリーがいるところじゃない、ぐろったって。そう、あれ以来ね、魔物に変えられた時は一回来たけど、それから来てないんだ、グロッタ。どうなったか気になるところだね、ハンフリーがあれから。で、ひとまずグロッタ行ってみよう。来ました、グロッタ。ちょっと、ん？なんだ今、なんか止まったな。セーブが走った、オートセーブが走ってるね。で、ちょっとね、入れ替えもしとこっか。ゆずき、しろ、グレイブ、マルティラも好きだけど、まあひとまずベロニカ、セーニャにもちょっとしてみようか。ちょっと休もうっと。で、グロッタのイベントは用心棒、まあハンフリーのところにちょっと行ってみようかな。カジノはそのまま継続してるんだね。良かったのか悪かったのかって感じだけど、ひとまず、あ、そうだ、セーブもしておこうかな。ちょっとあれからセーブしてないから。そうそう、ちゃんとまめにセーブしとかないと、いざって時ほんと困るのよね。で、ひとまずセーブして、で、カジノになっちゃったんだったら、あとはハンフリーさんのところかな。
まずそこまで行ってみようか。個人だったもんね、ハーフリーのところ。ん、やっぱそうだ、この先でイベントだ。個人のところだね。ん、あ、ゆずきしろさん大変です。元を、当主の人たちが個人に押し寄せて地下へと入っていったんです。ハンフリーさんがすぐに追いかけたんですけど、一人じゃ心配だし、ゆずきしろさんも行ってもらえませんか。あ、クエストだ。サイン、幻の闘士デルギンスは今回の仮面舞踏会にも参加していたらしいから、まだこの町にいるはずだよ。デルギンスどんな人なのかな。戦闘の達人だし、きっとムキムキのマッチョですごい強そうな見た目に違いないよ。それじゃあお兄ちゃん、町中隅々探してデルキンスからサインをもらってきてね。よろしくお願いしますと。あ、そっか、そういうの受けてたかも。で、そうそう、孤児院まで来たけど、まあ地下行くのはここだね。で、ハンフリがもう行ってるらしいので、この先だ。さあ、ハンフリーどこまで行っちゃったんだろう。しかも元々あっちで戦った人たちがこっちまで来ちゃってるって話だから、どういうことなんだろう。一番奥っぽいけど、特にアイテムとかってもうあれだったら全部取ってたよね。素材、そうだ、どうなってる。前と同じ素材かな。あ、糸いただき。でも敵は出てこないっぽいね、ここ。でもやっぱ、あ、いるわ普通にいた敵。この上って何だった、素材とかだったかな、宝箱だったかな。大体宝箱って取り終わったはずだけど。あ、敵がいる。でも逃げるかな、弱い敵？あ、追いかけに来てる。あー、やだ、当たりそう強いんだ、じゃあここの敵。ダークサキュバス。さあ、狙うぞ。あれ？弱い、一発あった。え？あれ？経験値はまんまだったけど、なんかすごい弱い。あ、銀鉱石だ、ここ手に入るんだね。まあ、普通に向かおうか。ちゃちゃと進まないとだからね。いやー、復興イベントもほんと大変よね。よくできている感じとなっておりますけど、あっち行ってこっち行ってね、なんかお使いみたいな感じとかもあるけど、まあでも、いい装備品手に入るの本当に嬉しいね。あとは、まあ、道なりに行ってと。この先、まあ前の時はここに本当のね、でかい雲がいたからな。でも今じゃもういないから、そんなに大したことないんだけど。ん？メタッピーがいたな。あー、トロルもいる。ちょっと待ってね、ここだけちょっと素材いただこうか、ついでだし。さあ、銀鉱石だった。多分このトロールも大したことないやつだよね。昔は結構ね、強ってなった気がしたけど。こっちだ。うん、合ってる、この先。そうだね。あとは、まあ、道なりに奥まで進めばいいと。結構厄介だな、ここら辺大変。あ、かわいい。あ、気づいた？こっちだ。あ、捕まりそう。大丈夫かな？気づいてない。気づいた。見つかる。追いつかれる。危ない。ああ、危なかった。ここの素材もちょっといただこう。鉄鉱石か。しょぼっちいもん手に入ったな。あとは、この先。うん。で、この先まで行って、
もうそろそろたどり着くはず。いや、まだもうちょっと先のようだ。まだちょっと遠い。この先だけど、あ、素材。もうしょぼいやつかもしれんけど、いただきたい。銀鉱石いただき。こっちこっち。あとは道なりに、あ、素材？違うか、敵だ。敵の目が光っただけだった。はっ。無視。無視。追いかけてこれないようだ。よかった。で、そう、ここ宝箱があって、もうちょっとなんだよ。あ、骸骨が倒れてる。なんかみんな倒れてるな。こっちこっち。この先。さあ、これで到着のはず。そうだね、この先。あ、宝箱。あ、賢者の聖水。これありがたい。ほとんど敵と当たってないからな。どこに入ったかな。賢者4つ。そうだな、他のメンバーに渡しておこうかな。いや、でも結構みんな持ってんだよね。もともと結構持たせてたんだよね。ローにも持たせとこうっと。あと、まあ、カミュ1個、シルビア1個、アルティナいっぱい持ってんだよね。で、セーニャも、あ、セーニャに持たせとこうかな。よし。あ、まだ1個ある。ゆずき白かな。そうだな。ゆずき白に持たせとこう。うん。これで OK。さあ、行ってみよう。まあ、ボス戦がある知らせだよね、これって。あ、ハンフリー。ハンフリー、大丈夫？なんか目が光ってんだけど、元剣闘士の方々。ん？ゆずきしろ、どうしてここに。いや、そんな話は後回しだ。あれを見てくれ。どうしたの？みんな目が。えらいことなってる。みんなおかしくなっちまってる。俺が強者のエキスを飲んだ時と同じように、邪悪な力に満ち溢れてるんだ。こんな芸当ができるのは、アラクトロのやつ、アラクトロの他にいない。でも奴はユズキシロが倒したはず。とにかく今はみんなの目を覚まさせるのが先だ。ユズキシロ、あ、力を貸してくれと。体の奥から力が湧いてくるぜ。邪になってるの。今なら何でもぶっ壊せそうだ。あ、ベロリンマンだ。おめえの血舐めたらどんな味ベロ。楽しみだベロン。また僕ちゃんと戦えるなんて嬉しいわ。前とは違うビビアンちゃんをたっぷり見せてあげる。チャンピオン、あたい、あんたと戦いたいんだよ。あの時みたいに熱く激しくさ。あ、マスク・ザ・ハンサムじゃん。シルビアさん、あなたはもう過去の男さ。今の僕はアラクトル様なしでは生きられない体になってしまったんだ。アラクトロいるのかな。行くぞお前ら、アラクトロ様のために。まだいる？アラクトロ倒したと思ったんだけど。さあ、これで、あ、ハンフリーも戦ってくれるんだ。そうだな、みんな命令出せろにしよう。なるべくね、全体攻撃からの一点突破していきたいの。あるかなんか厄介だな。メラゾーマ。確かにみんな強くなったけど、お、弾いたようだね。そうだな、ここで、まあ、メラゾーマ使うんだったら、これ唱えとこう。うん。炎に強くしておこう。で、ゆずきしろは、まずギガブレイクで、全体攻撃。さあ、これで全体攻撃して、ベロニカはルカなんで、ちょっとみんなのね守備力を下げよう。あ、一人下がんなかったようだね。で、
さらにスクルトで守備力を元に戻してく。よし、オッケー。お、ミス。ナイス。え、結構食らう。お、ナイス。パンフリ。パンフリ、死んじゃうよ。あ、でもダメージとしてはそんなになのかな。そうだな、ルカナでもう一段階下げるかな。下がるかな。あ、しかも同じ人にミスっちゃったな。ユズキシルギガブリーク。あー、しかもビビンちゃんルカなんか厄介だな。サイデリア結構いくね。痛い。結構まずい。そうだな、スクルトもかけたいけどちょっと回復。セイエナにちょっとスクルトをかけてもらおう。さあこれで守備力を元に戻した。ゾーンだ。ベロリンマンもゾーンになったらこれなんかやってくるかもな。全ての攻撃を受けるってね。ゾーン入ってる。しかもルカナ、またルカナ。もう守備力上げてるのに。さあベロニカもうこうなったらイオグランデでやつらモルトも倒してやってくれ。あ、そっか、ベロリンマンが一手に引き受けたんだダメージを。さあ勇気するギガブレイク、これでベロリンマンを一気にやっつけよう。よし、まず一匹。あ、マスコドハンザムが地味に攻撃を。さあセイナちょっと回復しとこうか。みんな結構食らってるから。お色気キッス。パンフリ効かないね。よかった。さあ超ハイブサギリを。そうだな、ガレムソン700いくね。あ、パンフリ、パンフリでも強くなったんじゃない昔と比べると。デュアルカッター、地味に痛い。またルカなんだ。ゾーン入った。ユズキシロよかった。連携って自らの傷と MP を癒す秘術か。そんなのあるんだね。ただ一人だとちょっと寂しいよね、ゾーン。あ、やばい、サイテリアがゾーンだ。ビビンとの連携、うん、これぐらいだったら許容範囲だね。大丈夫。あ、オイロケキッス。あ、魅了されてる。おバカ。これさ、魅了されてる時攻撃すると食らっちゃうんだよね。まあいっか、もうセイナで回復するからいいや。あ、やだ、死んじゃった。強すぎたようだ。でも一回死ぬことによってどうかな、あの戻ってくるんじゃないかな。セイナがザウリクで回復して戻ると魅了されてるの治るんじゃないかな。仕方ない、ザウリクで戻そう。200ぐらいだと思ったんだけど300もいっちゃったもんね。ごめんね、なんかちょっと暴走しちゃった。あ、強いじゃんハンフリー。マスコドハンサム一人のゾーンだ。シャインスコール。あ、痛い、地味に痛い。メラドルマ、どうなんだろうな。死んじゃったからな、ユズキシロ。さっきユズキシロにね、メラドーマだったけど死んじゃったことによってね。 あれ、そうそう、今の効果ね、聞いてなかったんだよね。連携、あー、んー、ユズキシロのあれ終わっちゃったんだね。どうしようかな、普通にイオグランデでもうそろそろ行くんじゃないかな、二人とも。よし、あと一人、サイデリアだけ。さあここはちょっとね、全体回復しとこう、念のためね。さあグレイグ行ってみようか。超ハイブサギリ、
ミスっちゃった。お、ナイスハンフリ。で、悪かった。地面に対連携、イオブランデ一人だけども130。よし、どうかな。まさかみんなまとめて現れるとは思わなかったな。あれ、経験値入んない？ん？シュルルル、思ったよりも役に立たない連中だったな。所詮は前座に過ぎなかったようだ。え、死んでなかったの？倒したと思ったんだけど。ハラクラトロ、貴様なぜ生きてる？そうね、なんで生きてんの？邪神の力により復活したのか。我は復活したのだ。以前よりもずっと強力になってな。今の我ならば強さという欲にまみれた。ああ、当主どもの心を操って我がしもべに変えることなどたやすいことだが、ハンフリー、貴様の心からはかような欲が消えて操れぬ。勇者によって改心したか、忌々しい。本当なら貴様も支配して、まあ駒として使いたかったんだね。当時どもの暴力と恐怖によってこの町を支配してやるつもりだったのだからな。そんなことは絶対に許さん。ゆずきしろ、奴を倒すぞ。一緒にグロッタの町を守ってくれ。ほざくなハンフリー、貴様ごとき雑魚など我の相手にならんわ。勇者ゆずきしろよ、邪神から与えられし我の新たな力、その身に刻み込むがいい。やる気だな。さあ行ってみよう。アラクトロ邪になってる。ん？あ、痛い。結構やばいね。メダパミーナ頼んで。あ、やだ、二人効いてる。回復しようと思ったのに。ちょっとどうしようかな、回復したいんだよ。ちょっとこうなったらベロニカをちょっとローと入れ替えれる。あ、やっぱ混乱してるからダメか。これで回復するしかない。まずベロニカ混乱してる、逃げ出した。手に運んだ。あ、ゾーンも解放だ。あ、普通の攻撃だ。さあちょっとセイーニャを回復。2人の連携使いたいね。あ、そうか、万能薬で、そうか、混乱解除できるんだ。あ、白、ゆずき白が死んじゃう。死んじゃった、混乱してる。ベロニカ逃げ出しちゃったか。ちょっとね、ここでやっぱり回復メインにしよう。先に回復。さあここでね、早ぶさぎり、超早ぶさぎり。ハンフリーが、よかった、使ってくれたんだ、助かる。またベラパニーマだ。あれやった方がいいかもね、悪いものを受け付けなくするやつ。ただね、これクロスマダンテがあるから、もうクロスマダンテ使っちゃうかな。すごい技なんだよね。ただ MP が全てなくなるっていうね、究極の技。行ってみよう。さあベロニカとセイナの連携技。そう、これだと大きくなるの、ベロニカが。かわいい。かわいいは正義だ。いけ。そうそう、普通だったら大体この技で全員を倒せるらしいんだよね、どうやら。ちょっとね、ここ入れ替えよう。うん、で、まあ、ローにちょっとね回復してもらおうか。作戦命令させるなってるね。グレイブはひとまず超早ぶさ切り。
物を詰め使ったの。結構いいものを装備してるようだよね。さあ、あー、よかった、ミスしてる。さあ、ここでね、デビルモードになってみようか、マルティナ。しかも悪い効果にもかかりにくいんだよね。さあ、超早ぶさ切り400、結構いく。で、ザオリク、ユズキしろ。ごめんね、ずっと死なせたまんまで、ほんとごめん。お、アオリ、地味に攻撃してくれてる。さあ、行ってみよう、爆裂キック700、結構いくね。あ、ただダメージもやばい。誰か死んじゃうかな。あ、まだ生きてる、よかった。ただ守備力下がってるもんね。ちょっと回復、マルティナを回復。デビルムードが溶けちゃったら悲しいからな。ブレイコもちょっと回復、ローを回復。ローはベホマラーで回復。ベホマラー、そうなんだよね、セイニほどではないんだよね、ローの回復も。ただしかし、これで行ってみよう。たまにはね、セイニャ以外のメンバーも使うのもね、楽しいかも。あ、2人行っちゃった。混乱してる？大丈夫？グレグどうすればいいかわからない。あー、そうだな、セイニャであれやってもよかったかもね。一応超万能薬持ってんだ。これで回復しよう。まずグレグ、ハーフリーが使ってくれるかも。あ、やっぱ使ってくれた、よかった。我に返ったね。さあ、死ぬとき、マルティナがちょっとまずいな。大丈夫、マルティナ食らってなかったけど、ロームやばい。爆裂客安定だね、700は。ありがたい。さあ、ゆずきしろもね、行ってみよう。ギガブレイク300か。で、グレイグ超早ぶさ切り。よし、あれ、そんな強くなかったんだ、よかった。ああ、経験値結構入ったね、ありがたい。さあ、そしてね、ゆずきしろレベルアップ。ザオリクだ、覚えるんだね、勇者も。シルビアちゃんもレベルアップ。ベロニカレベルアップ。うん。よかったよかった。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は、下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。